今日はですね、やっぱり自分が好きなことで生きていくっていう時に、なんか自分が好きなことっていっぱいあるんだけど、どれを選べばいいのみたいな感じになっちゃう時ってありませんか？結構これ大変ですよね。もう本当になんか一つって決まったらガン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 進めるんだけど、なんか二つのことがやりたいの、 YouTuber にもなりたいし、 Instagram もやりたいし、どっちがいいのとかね、またはなんかね、こういうボランティア活動みたいなことで生きていくっていうこともやりたいんだけど、ヨガのインストラクターにもなりたいの、どっちがいいのかわからないってね。このビデオが終わっている時までには、あ、こういう感じで進めばいいんだねっていうことで分かるようになってくると思います。 Alright, so let's roll the cue and start this video. 生まれてきただけで It's alright, it's alright. Alright, thank you so much for checking out my YouTube video. このビデオのチャンネルではですね、本当に自分が大好きなことで生きていくためにいろんなことを学べるチャンネルっていう感じで楽しくやっています。でですね、このやりたいことを見つけていって好きなことを仕事にしていくっていう時に、やっぱりそのやりたいことがいくつかあるっていうのが正直普通ですよね。で、本当にね、いや僕のやりたいことはこれなんですってもう明確になっていたら、結構それはもうすごいです。自分のビジョンが明確になっているっていう感じで、実際に僕が本当に自分のやりたいことで生きていくっていうのを決断したのは多分34とか35歳の時だったと思うんですよね。ね、でそれまではいろんな好きなことがあって、やりたいこともあって、どっちをやりたいのかわからないとか、ね、いろいろがあって何をやるんで、ちょっと新しいことやって、別の新しいもっとやりたいことを見つけたみたいな感じでキャリアをスイッチしたりとか、ぐる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 回ったりしてたんですよね。なので本当にまず最初のポイントは、ね、好きなことがいくつかあるっていうのが very good、ね、それがノーマルっていうか、それが普通だと思うんですよね。でですね、実際にもしあなたが好きなことを仕事にしていくっていう道を歩いていくんであれば、実はですね、好きなことがいくつかあるんだけど、やることを一つにロックダウンすることが実は正しいやり方っていうか、オーソドックスなやり方だと僕は思います。逆にこれが鍵になってくると思いますね。一つに絞るっていうことはめちゃくちゃ大切なことなんですよね。もし自分がやりたいことが一つだけだったら、自分のエネルギーをどのぐらいそれに入れることができますかね。 100% 集中することができますよね。やりたいことが5つとか2つとか4つとかあると、ね、自分の、ね、25%、25% とかいろいろ分けてるんですけど、1つになったらそれにフォーカスすることができるんですよね。で、1つのことに 100% をエネルギーを pour、エネルギーを入れることができる場合はですね、その行動がもっと早くなるんですよね。自分のアイディアがね、現実になってくること、例えば自分のビジネスを実際にサービスを決めて、サービスのレベルアップして、今度ウェブサイトを作ってとか、営業を始めるとか、ね、これが、ね、やりたいことが4つあったら全部これやらないといけないですよね。でも1つだけの方が進みますよね。なので1つのことに絞ると、自分がやりたいことが現実になるスピードが速くなってくると思います、ね、やっぱり本当に正直言って、で普通の人は別のね、家族がフルタイムかもしれないし、自分がフルタイムかパートタイムかもしれないし、本当に自分はそのなんかお子様を、ね、お家族のことをケアしているとか、ね、子供とか親とかご両親とか、そうやってなんか別のことをやっているから、自分のやりたいことを、ね、朝から夜までできるかって言ったら、それは現実的に難しいと思うんですよね。だから本当に1日の時間で限られている時間、それは1日15分かもしれないし、1時間かもしれないんですよ。でそういう、もうせっかく1時間しかないとか、そういう時に4つのことをやるんじゃなくて、1つのことに集中するっていう方が、1つのことについての活動リアリティになるスピードが速くなってくると思います。でね、このコンセプトはですね、僕だけじゃなくて、レイチェル・ホリスさんっていう方も、これ海外の女性のライフコーチの方で、 Girl Stop Apologizing とか、 Girl Wash Your Face
っていう本をね書いて、僕も大好きなレイチェルさんなんですけれども、彼女は本当に女性にフォーカスしていて、もっと女性としてね、やりたいことをやっていこうよ、大切だよって言って、その実際に具体的にそういうやり方とか希望の話をしたりとか、すごいいいキャラなんですよ、ね、面白いですよ彼女の YouTube チャンネルとかで。彼女も実は僕全く同じことを言ってるんですよね。僕もこれ聞いて驚いたんですよね、やっぱり自分がやりたいことがあったら一つにフォーカスした方がいいっていうことなんですよね。実際に僕も前、外国人向けの YouTuber、 日本のいいカルチャー、いい文化を海外の人に紹介したいっていう YouTube チャンネルをやってたことがあります。で、僕は、ワンちゃんのトレーナー、ここにもね、大型犬のワンちゃんがここにいるんですけれども、ワンちゃんのトレーナーになりたかったんですよね。で、ライフコーチっていう仕事もありたくて、こういう3つのキャリアみたいなのが見えてたんですよ。自分が具体的にやりたいことが3つあって、で、僕の場合は何をしたかっていうと、まずその YouTube っていうのをやっていて、外国人向けの YouTube をやってて、それがうまくいかなかったらね、やっぱもっと好きなことに変えようって言って、これやめようみたいな感じで、なんか別のことにフォーカスしちゃうんですよね。例えばそのライフコーチにフォーカスするとか、で、そのライフコーチのフォーカスして、それをちょっとやってて、でそれで難しくなる、なんか進まない、収入が全然入ってこないって言われたら、やっぱりこれは僕に合わないかもしれない、本当に好きなことは違うかもしれないって思って、今度はワンちゃんのトレーナーに変えたりするんですよね。で、ワンちゃんのトレーニングやってて、で本当に近所のねところとかに行って、なんか紙を貼ってね、ワンちゃんトレーニングやってますとか言って、でもそれもなかなかうまくいかないとか、収入がゼロとか、収入お金が全然入ってこないとか、その後、ああやっぱりワンちゃんトレーニング違うかも、よし、じゃあ今度 YouTube トレーナーやってみようって言って、 YouTuber やってみようって言って、今度 YouTuber にスイッチしたと。なのでポイントはですね、ね、この一つのことに絞ると、でこうやってなんかチャレンジが来た時にやめようとか言ってスイッチができないんですよね。でやめようじゃなくて、なんでチャレンジがあるのか、ね、どこにチャレンジがあるのか、ね、どうやったらそのチャレンジを解決していくのかっていう感じで、なんちが逃げないっていうか、ね、それをもうなんか大切なことだと思うんですよね。最初に言ったポイントで、時間ね、1日1時間しか好きなことにフォーカスできないっていう時に、やりたいことを3つやってたら、本当に1つのことにね、何十分しか使えないっていうことを、1つのことだったら60分それだけにフォーカスできるっていうことだけじゃなくて、やっぱり自分がやりたいこと、嫌いなことやってても、やりたいことやっててもね、辛い時って必ず来るんですよ、必ず。で、だからその好きなことをやったら辛いことがないっていうのは嘘ですよね。そんなこれ地球ですよ。やりたいことをやってても、やりたくないことをやってても辛いことは必ず来ます。で、そういう星なんですよ。そういう学びがあるんですよ。じゃあどうやったらその辛い時が来た時に逃げないで問題をクリアしていけるのかっていうのは大切なスキルになってきますよね。これ論理的に考えるとそうですよね。だって辛いことは必ず来るんだ。だから、やりたいことやってても、やりたくないことやっても。そしたらこの辛いことが来た時にどうやってこの問題を乗り越えられるかっていうスキルが絶対大切になりますよね。それも練習しないといけないんですよ。ね、なので、これをやって一つに絞ると、辛いことがあっても、あ、今これがチャレンジやなって言って、そのスキルを使って問題を乗り越えていくっていうことを学べるようになってくるんですよね。でこれはリアルに自分のビジネスをやっている時に後から必要になってくるっていうスキルでもあります。 Alright, so thank you so much for checking out this video. でこのビデオが役に立ったなって思ったら、ぜひ LIKE ボタンを押していただければ幸いです。で本当にこういう情報に興味がありましたら、チャンネル登録もぜひね、やっていただければ嬉しいです。本当にね、好きなことをやっていくっていうのは難しいことですね。中にはそんな楽なことをやっていけるわけないよとか、そんな楽な話はないよって思うかもしれないんですけども、実際に好きなことで生きていくっていうのは非常に非常にメンタル的に難しいことです、ね、自分の丸バツ感覚の OS を丸々感覚の OS にシフトしていくっていうプロセスが入ってきますので、本当にね、
いきなりやりたいことでいきなりそれでうまくいくっていう人は非常に少ないんですよね。このプロセスには時間がかかるっていうのがありますので、もしこういうね、ことをこういうお話とかに興味がありましたらね、Please subscribe to the channel. All right. なのでね、本当に中にはね、やりたいことがいっぱいあったら全部やっちゃっても全然大丈夫です。でも僕のおすすめは、やっぱり一つに絞った方が効率が高い、効率が上がると思いますね。本当に自分の人生が楽になってくると思います。All right, thank you so much, and I'll see you in the next video.